こんにちは。10月19日週刊仮想通貨ニュースです。ビットコイン10月12日は5万7000ドルでした、うん、そこからですね、今日は6万2000ドルを超えたということで5000ドルアップ。はいはい、先週はですね、今まだ買い場を探す展開だと高値を更新してるけどね、うん、そしてこういう時のビットコイン先輩は押し目らしい押し目作らずに調整せずに上げていくよって言ってたんで的中。おで今週もいろいろあったことからですね、価格を推測していきたいと思います。ついにビットコイン ETF 承認されましたからね。されました。その辺の詳しい話もまた聞きたいと思います。ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV から重要なお知らせをさせてください。はい、今まで神尾 TV ではですね、コロナに関連する、まあ、日本のマスコミがね報道しないような情報とか、うん、ヤバすぎる裏話などやっていたんですけども、まあ、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。はい、怒られました。なので今は別の SNS で最新情報をお届けしております。うん、YouTube でヤバすぎて消された動画もあるんですけども、そちらの SNS で復活させております。メルマガでのみ動画見る方法をお知らせしています。 YouTube で、ね、本当にもうこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにまだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。お願いします。動画用のリンク貼っております。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしいお話となっております。特に女性の方は必ず一度見ていただきたい情報となっております。YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお届けできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をお願いいたします。お願いします。で先週はですね、いよいよ ETF 承認かというような話させていただいてたんですけれども、うん、まあ、実際ですね、プロシェアーズというところね、10月18日に承認期限だったんですけれども、それが通りましたね。おでその噂でも持ちきりでした。今週は、うん、もう通るんちゃうかとか SEC のツイートでね、うん、そういうのを匂わすような、うん、匂わせてるんですか。いや匂わせてないねんけど、うん、この受け取り手の問題よ。これってビットコインの承認か、うん、関係してるんちゃうみたいな受け取り方とか、うん、噂でねもう上げてったいう感じですよね。はい、はい、で対ドルだとですね、このまだオールタイムハイ更新してないんですけれども、うん、日本円だとこれ冷足です。オールタイムハイ更新です。ああ最高値更新です。これドル高円安の影響ものすごくあると思うんですけれども、うん、ドル円今こんな上げてますからね。ああ、とね、これ週足です、上げてますんで、ビットコイン JPY の方はですね、もう最高値行ってしまったということですね。ナフさん、ビットコイン ETF 承認前に最高値行くって言ってたんで、はい、見事的中じゃないですか。うん、すごい。ありがとうございます。まあでも結構どれかほとんど的中してるんで、ね、結構当たってるんですよ。実はね、うん、あの評価低いけどね。信憑性ないんかな。そんな被っとるからや。そうですよ。そうですよ。そうですよ。うん。でね、うん、今現在ビットコインはですね、もう3週間ぐらい前までここら辺やってるんですよ。フィア&グリードインデックス、欲望と恐怖インデックスですけれども、うん、まあ、ここら辺買い場ってことですね。ここら辺まあ売り場になってくるんですけれども、ものすごいみんな買いが殺到してるっていうことですね今。そして欲望にまみれてるってことですね。欲望にまみれてますよ。そして欲望の中でみんな死んでいくんですけれども、まあ、それはテンプルトン先生の名言をなんか適当に言わないでください。軽いね。でですね、ハッシュレート、うん、ハッシュレートは、まあ、先週は下落してたんですけども、若干押し目を作ってたんですけど、また上昇に向かってます。そしてですね、ビットコインこういうふうに、高値ぶち抜ける時とかはですね、ビットコインのドミナンスが上がっていくっていう傾向あるんですけれども、まあ、先週先々週ぐらいからですね、ズザザーと上がっていく兆しを今見せてますね。うん、はい、で価格に影響したニュースですけれども、アメリカでビットコイン ETF 承認。来たね、これね。もう来たよ。すごいことが起こりましたよ。3年ぐらい待たされたよね。3年ぐらい。いや、あのね、実際承認出されてから8年ぐらい経ってるんですよ。8年経ってるらしいですよ。僕その最初の頃は知らないけどね、はいはいはい、うん、でも本格的に承認してってなって2017年とかですよね、うん、で、まあ、3年ぐらいはもう経ってますよね。それが通ったということですよ。もういろいろ変わってきたからね、大口さんが入りやすいようにとか、いろ、うん、んな規制とかが整えられて、やっと ETF が通ったですよ、はい、これ、ね、で、やっぱりゴールドとかが上がっていったのもゴールドの ETF が通ってからっていうことなんで、うん、まあ、ビットコインもこれからね期待できるんじゃないかっていうふうに思えるということですね。はい、まあ、ETF になったからね、普通の株式の投資家も買えるということで、買えるし、そして年金も入ってくる。おう、うん、
ということで、これはね、資金がもう一般的になったんです。ビットコインなんかビットコイン投資してますは、うん、一般的なんです今、はい、株の投資してます、うん、あなんかいいな投資家やな、うん、FX のトレーダーです、うん、あトレーダーやな、ビットコインしてます、うん、また詐欺に引っかかってんじゃん、うん、っていうね、そういうこの格差があったわけですけれども、なんかこれからはビットコイントレーダーはビットコイントレーダーと胸を張って言える時代になったと。最新のことやられてるんですねと。そうですそうです、ナウイですねと。あれ何よ、ナウイはあかんの。そう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 、そう言えるということですよ。そしてですね、今の時の若い人はナウイがそういうギャグということも分かれへんそういう古い言葉でギャグで言ってるってことさえ分かれへん気ぃつけますですね、はい、まあ、こちらですよね、まあ、この方のツイートでですね、まあ、ブルームバーグではもうティッカーも用意されてるよと、うん、BITO って言うんですけれども、ブルームバーグの専門端末ではですね、ビットコイン ETF はもうすでに登録済みだよっていうことを、まあ、ブルームバーグの人が発表したわけですよ、うん、だからもうやるよっていうことを15日になりまして、ああこれほんまなんやってなったわけですよね、はいはい、そっからバババッと上がっていったという感じですね。先週お伝えしたんですけれども、いろいろ ETF 承認期限が迫ってるよっていう話しましたよね、うん、これ今通ったのは8月18日のプロシアーズの件なんですけれども、はい、バルキリーもですね、うん、10月25日に承認期限がありまして、はい、それをもう通ること決まってます。おなのでもうどん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  ETF がアメリカ国内に通っていくよっていう流れになってますね。おこれはこれ来るで、多分来るで。マウイ、いやいや そこで使うとこちゃうで。うわすっごい何それ、全然突っ込みできない。いやもうね、ほんとね、うん、もうなんかこう満を持してというか、はい、感無量というか、そういうとこありますね、うんうん、でですね、アメリカだけじゃないんです、まあ、これこっそりこういうのも通ってたんですけれども、うん、今週あったこととしましてはですね、イギリス王室属領のガンジー大韓管轄区も初めてビットコイン ETF を承認ということで、うん、ここのちっちゃい島ね、うんうん、でまあなんかこうわちゃわちゃやってるんですよね多分ね、まあ、規制とか緩いんですよ、イギリス議会通す必要ないとかね、だって王族直属直属の領ですからね。そうですそうです、あのイギリスはちっちゃい島で悪いこといっぱいしてますから。そうなんですちっちゃい島あったら、議会イングランド島とかはちゃんと議会通してますけど、うん、このちっちゃい島で悪いこといっぱいしてますからね、うん、そうなんです、まあ、タックス成分とかもねちっちゃい島やから、うん、イギリスのね、うん、そうなんですよね、まあ、ちっちゃい島には注意ですねまあこれからどうなるのということなんですけれども、うん、これあまり関係ないかもしれないんですけれども、今日ですね、うん、ミサイル飛び始めてます北朝鮮の。おうおう、うん、まあこういうね不安が起こるとビットコインの価格にはちょっと影響しやすい、まあ、うん、ビットコインの価格にとってはポジティブに働くというところがあるんで、まだ上がる可能性も全然あると。お祝いですね、祝報にしてはちょっと環境破壊が過ぎるでしょう飛んでますね、うん、まあ、これの恐ろしいのはね、もうちょっと日本人が慣れてきすぎて、うん、危機感がちょっと減ってるっていうのがね、そうですね、ね、うん、まあ、誰ももうビビってないですよね、うんうん、でですね、現在まだビットコインドルではですねオールタイムハイ超えてないんですけれども、うん、この最高値ね超えてないけれども、週足実態ではもう超えてるわけですよ、はい、まあ、今のところね。なのでこっから先はもうここが最高値かもしれないというふうな、うん、ここが天井かもしれないっていうふうにちょっとおっかなびっくりいく相場になってくるんじゃないかなと思いますね。ほう、うん、それはまあ僕の個人的な感想なだけであって、おそらくオールタイムハイを超えたらですねバブルみたいにドコーンっていく可能性はあると思ってます、うんうん、まあ、今はですねもう最高値更新に向かってますんで、その流れは多分止まらない、はい、うん、まあ、バルキリーのこともあるしね、あの ETF ね、うん、もう一個の ETF ね、そのあるし、まあ、ポジティブニュースこれ続けるでしょうという続くでしょうというか、まあ、続けるでしょうと思います。なのでどん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 いいニュースが出てきてですね、まあ、ここは超えていくと、1回ぐらいは頭を打たれるかもしれないですけれども、割とですね、まあ、今週中に最高値更新ありえるなというふうに思ってますね。ほう、でその後はですね、もう押し目とかほぼ作らずに
もうズドドドというふうに10月中上げていくんじゃないかなと思ってます。うん、4時間足にしますとこう下げても6万ドル割るとですね、もう強い買いでヒゲで返されるっていうような展開が2回続いてます。取引所によってはダブルボトムみたいになってますね。うん、でこっからですね、だから、まあ、かなり買いの圧力が強くなっているということですよね。そして、まあ、こういうふうにですねトレンドライン引けるんですけれども、あのドル円みたいにねめちゃめちゃ買い入りしてるわけじゃないですよね。こっちドル円なんですけれども、ドル円は今トレンドラインからだいぶ乖離してるんですよ。うん、かなり高くなってるっていうことを表しています。そしてビットコインはそこまで、まあ、乖離はしてないというふうに僕には見えてますね。なので調整するにしてもここのトレンドライン下回らない可能性ももちろんありますよね。うん、このまま力強く、まあ、上に向かっていくっていうことも考えれます。ただね、あのこれもう4時間足レベルなんであんまりノイズぐらいのことで思ってくれてもいいんですけれども、弱気のダイバージェンスはマクディで出てます。うんうん、なのでちょっとですね、まあ、そこは警戒、あの調整を弱めの調整は入れるかもしれないっていうことは思っといた方がいいかもしれません。なのでこういうふうに調整らしい調整つけずにハイを目指すというような展開になるんじゃないかなと考えてますね。ここからの会話としてはもうね、あのノリノリなんでビットコイン先輩、はい、分かんないですはっきり言って。で、ね、このチャンネルが引きますよね。まあ、こんな感じで今チャンネルが引けると思うんですけれども、はい、4時間足レベルで赤のラインでチャンネルが引けると思います。そして、これをですね、まあ、ここまでも触れてこない可能性もあるんですけれども、ここ割れたらどこ行くか分かんないですよね。もう、うん、はい、いろんな移動平均線とか雲だとかいろんなものがあって止められる可能性ありますけれども、思いっきり調整する可能性ももちろんあるということで、ですね、このチャンネルの、まあ、トレンドラインですね、ここの際で買いを入れていくっていうのは全然ありだと思いますね。まだロスカットまでの距離が少なくて済むと思います。うん、でそういう戦略で、まあ、もう本当にロングしか狙わないということをやっていただきたいなと思いますね。で、まあ、売りですね、ショートとか売りを考えるのは、利確を考えるのはやっぱり高値更新してからになると思います。で今って ETF の影響じゃないですか、これ上げてるのって、うん、ETF で上げようってなって上げてると思うんですけれども、はい、でも一応表向きには ETF の影響ですよね。で ETF の影響がですね、ちょっと収まってきた時がもしかして怖いと、うん、いうふうに思ってます。これまあ前回の例なんですけれども、うん、何回も言いますけれども、16年7月ね、半減期の後の17年は12月まで上げたんですよ。はい、でその後下落してます。うん、ハイをつけてね、ダーンってバブルみたいになって下げたと。18年になって1月から下げてきましたね。うん、で、そういうサイクルがあるとしたらですね、今回も半減期の後なんで、年明けまで上がっていって、でそこから下落する可能性もあるということですね。うん、で今ビットコイン上昇局面なんですけれども、こういう下落ね、うん、と 25% ぐらいいってますよね、この時で。そういう下落は、まあ、これ中国とかいろいろあったんですけれども、またありえると思ってます。まあ、ハイを更新した後にですね、 ETF の影響が弱まってきたらガンと下げていくこともあるかなと思います。その時の下落 20% 以上になるかもしれない。 10%、20% は調整してからまた上げていくというような感じで今考えてますね。はい、はい、ということでビットコイン今週の期待ですね、今週は以上になります。はい、ではね、また来週7分生のパーフェクトなビットコインのチャート分析と、まあ、かなりね的中実はしてますからね、はい、チャート分析と仮想通貨界隈のいろんなニュースをお届けしていきたいと思います。あと冒頭で言ったようにですね、コロナに関連して皆さんにお伝えしたい大切な情報たくさんあるんですけども、ちょっとねこの YouTube で言えなくなりましたので、その情報をお送りさせていただくため、まだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。お願いします。動画欄にあります仮想通貨また的中させます。チャンネル登録お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。あとね、サブチャンネルもやってますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。お願いします。ゆうちゃんの投資コーナーなどもありますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ビットコインで大量に稼いだナフさんのおぎりコーナー。こんだけ的中したらえらい稼いでおりますよ。まあですね、なことないですよ。
そのアルフさんに聞きたいと思います、はい、ビットコイン ETF のねプロシェアーズが承認され、はい、次はワルキリーが承認され、はい、その次に承認されるビットコイン ETF の名前を教えてください。3、2、1。次に承認されるビットコイン ETF の名前を教えてください。プロシェアーズ、うん、バルキリー、はい、ミヤビダメですか？僕はいいと思います。あ、そうプロシェアス、はい、バルキリー、うん、ゲンスラー、はい、今のは面白くなかった。ミヤビの方が良かった。そうですよね、そうですよね、はいはい、今のはもう一回ミヤビでもいけたかも同じことね、同じことね、うん、はい、そういうパターンもありますよね、はい、ラスト、ラスト、次に承認されるビットコイン ETF の名前を教えてください。プロシェアーズ、プロシェアーズ、バルキリー、バルキリー、そしてプロミヤビまあ、七不思議の笑いは上場されなかったということで